middle of the road. There's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. ファイティアーチャンネルママです。今日は1年に1度の関西のアウトドアイベント最大級のアウトドアパーク行っています。2022で愛知ではフィールドスタイルという別のイベントやってるらしいんですけど、私たちはあえて毎年来てるんでね、アウトドアパーク来ました。じゃあ早速見て行きたいと思います。はい、入ってすぐにあのゴースローキャラバンありました。去年私このイベントでこのロンティ買いましたんで見たいと思います。今年も買っちゃうんですか。なんかいいのあったらいいよな。Tシャツがな、かわいいのあんねんな。インザスープっぽくね。かわいい。マイコン。バックスクリーンかな。うん。めっちゃかわいい。かわいいの。着替えましょう。着替えんの。あれ？なんか。バックリーチの絵に似てるけど。コラボじゃないバージョンじゃない。うん、え、かわいいの。着替えましょう。これかわいいな。カバンのこれゴーストローキャラバン。着替えましょう。すぐ着替えさせる。いいと思うで、暑いから今日。あ、見て。ラムネやんで。え、でも私こっちの方が好きやけど。それやったら私も着れそうなんで。せやな。何かありましたよ。ヤンヤン T シャツめっちゃ可愛いんだけど。これ、うん、なんか形可愛いな。うん、6,050 円。あー、やっぱ違うな。ジープロかな、これ。うん、だって生地めっちゃいいもん。生地が。6,000円でしっかりしてる。これにしっかりしてるのかな。黒もありますよ。白やな。白やな。無地ありますよ。無地やな。めっちゃいいよ。黒の無地ありますよ。黒やな。黒でいいわ。グレーもありますよ。グレーだよね、なんかめっちゃいい。でもなんかわかんない。めっちゃいいわ。かっこいいよ。何度の T シャツにしようかな。ほらな、変わるやん。だからよ、全部見てからの方がいいんやって。なんかキャップも可愛いし。私あの寝袋なんかです。もうキャップも可愛いねんけど。こっちのキャップの方がいいよ。ハハハハハ。開けて、許可入るのか、上に着るとかで、イベントで買った方がいいよね。そら、買おうと思ってる人は、イベントで買った方がいいよ。
わあ、エプロンが増えてる種類。かわいい。デニム生地めっちゃかわいい。なんかこれあのみんな知ってるかわからへんけど、ヤタガラスやからね。ヤタガラスね。初めアヒルかな思ったけど、ヤタガラスらしいです。T シャツ私これ持ってるんですよ。これね、はい、めっちゃ可愛いよな。下ろしたその日に焦がすっていう。もうキャンパーあるやん、あるあるやん。でかいコール、ダックロー君。でかいダックロー、ちっちゃいダックロー。GRN ってグッドレインボーネクストで GRN なんや、うん、初めて。うわ見てこれ、やっぱりなんかあのヤタガラスがビール飲んでるってのんべえのなんか人が考えてるな。なんか言ってなかった。だからあれじゃない、こういう酒飲みのダックロはビール売ってたんだ。そう、酒飲みグッズ売ってるんじゃない。なるほど、すごい。ありがとうございます。めっちゃもう全部揃ってるんじゃない。ベスト欲しかったな。ベストも色めっちゃ増えてない。え、見てダックロ中にめっちゃ可愛い。可愛いな。こういうカバンも私欲しかったんけどな、結局買わずじまいって。かわいい GRN、 かわいい、やっぱり。めっちゃ怖いねんけど、見て。めっちゃ可愛くない？なんか手軽に始められそう。分かる。なあ。仕上がります。あ、はい。めっちゃこの色とこの色がある。可愛い。めっちゃ可愛い。限定価格。めっちゃでかくない？はい、いや、かわいい形。あ、わかりました。じゃあ、直しに行けばいいですか。そうなんですか。いや、じゃあ、めっちゃ新しいブランドさん。そうなんです、新しいブランドで、普通の4月から買ってて、結構発売食さんがお問い合わせ多いんですよ。あ、多いでしょうね。そりゃ多いと思います。一番違うところって、全部真鍮なんですよ。多分ね、見られてて、今度は真鍮かな、肉かなって思われるのが多いと思うんですよ。全て真鍮でできてます。へぇー、そこが一番大きく知られてる。めっちゃ可愛い、全て真鍮。でも、すごくあるのが、はい、アメリカのバルモント州ってところで作られてるんですけど、はい、ウォルト・ディズニーでよく使われてるんですよ。なんで、ちょっとあの上見ていただいたら、あ、はいはいはい、シップチーフとか出てないじゃないですか。はい、あれね、何これ貼りました。おい、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 かわいい。違うっていうところ。あ、だからちょっとメルヘンチックな感じに なったんですね。いや、あ、これは乙女心をくすぐられる。あの、いや、だから家で使ってると思います、これ、海外やと、テーブルランプに使われるんですよ。おおお、あの、一番細い、一番下の、はいはいはい、ドーセットってある、うんうん、あれが、ホワイトハウスに使われてるんですよ。なんで、ホワイトハウスもあの音楽会とかであれ置いてます。すごっ。いや、すごいブランドが誕生してしまった。どうしよう。初めてオイルランタンに手出してしまうかもしれない。
これかけ取ったらめっちゃ可愛くない？ちょっと待って、これ欲しい。ちょっとこれいくらです？めっちゃ可愛くない？ここめっちゃ可愛くない？ここ16,000円。オイルランタンが16,000円で買える。途中でこれはないと思う。ねえ、めっちゃ可愛い。これ欲しいです。ただ私オイルランタン持ってへんからちょっとレベル高いかな。でかこれがね、ハリケーンランタン。あ、フェアアンドさんとかあるじゃないですか。あれであれよりもう少し大きいです。でこれで真鍮なんですよ。めっちゃ可愛い。ちょっと持っていただけたら重さが違うと。あ、ほんまや。めっきになると軽いんですよ。軽い。これは真鍮なんです。重さが違う。いや、めっちゃ軽い。かわいい。これは大きなっていう人がこっち買われるんです。いや、これかわいすぎるわ。これは女の子欲しいよ。これパパティアオさんが気になってた。パペアーズ。パペアーズ。すごい。え、ホットサンドソロとか置いてる。大変お買い求めやすくなっております。マリスステッカー。あー、いや、かわ、なんか、これ多分オリジナルやで。シャーロゴも、あ、ピーターパンキャンパーの最初に欲しかったやつよ、これ。他でぶら下げれんの？ピーターパン、群馬から来たんですよ。すごいな。キリュウ。これはピーターパンキャンパーのカッティングボードが怖いな。怖いよな。ね、ここで買わない、ここで買えるやん。やばないですか。かわいい、なにこれ。めっちゃかわいい。あ、スパッツ。え、これ中、これでしょ。うん、中はどうなってるの。カバーやな。めっちゃ可愛くない。え、じゃああれ使えるんじゃないですか。家のクッション入れるの。入れれるけど、あれめっちゃスッカスカなんで。ちっちゃい。2個ぐらいで。これ寝袋を保管しておけるっていう。え、あ、なんか 寝袋ですか。今寝袋入ってるんですけど、はい、これかなり大きいサイズの方で、冬用のごつい寝袋だったりとか、あとはまあご家族の 2,3 人用とかの3シーズンとかをここに詰めておけば、その特にダウンとかだったらギュッとしてくれて、もう寝袋死んじゃうんで、それをまあ保っておくっていうのと、まあ、寝袋使わないときはこれでこのままクッションとして使えますよっていう商品。なるほど、はい、めっちゃ可愛い。これも今回お一人様を一つでやらせてもらってます。群馬があるんですよ。あ、そうです。僕たち群馬の桐生から来てます。群馬から来られたんです。読み方がちょっと分かんなくて。ハーベアーズって言います。ハーベアーズ、はい、ハーベアーズさんです。ありがとうございます。雑誌見て。あ、本当ですか。やばいショップやなと、ずっとネットで、はい、ありがとうございます。ぜひやばいショップぜひ来てください。遠いと思いますけど。いや、すごい。これは可愛いよ。安かった。いやー、いいっすね。やっぱりイベントとかいいよ。やっぱり特別感あるよね。お、ほんまや。ちょっと見てみる。かっこいい写真。そうそう、カバーとかが結構。カバー、あー、はい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 。カバーとか、シビカンとか。おー、ちょっと待ちって言ってるやろ。何回目やろ。ええやで。ヒノトレザースタビライザー、すごいな、新しい。
CB 缶カバー。買ってもたっすよ。買ってもたな。ありがとうございます。ありがとうございます。カップケース三色展開です。フェイクルームの生クリスルームみたいな。イベント価格2700円でございます。よっ、こっちタイプもあるよ。買わんでもいいんじゃない。こちら2300円です。シェラカップケースないもんな。ないです。ネスティにぶち込んでるっていう。はい、ありがとうございます。どうやって買うんですよ、なんかこのデザイン。なんかほんまに、うん、かわいい。ちょっとあのグラインドの、あー、はいはいはい、ああいうのが好きな人にはたまらんかもしれない。確かに。いや、いいっすね、ダッツマッカ。いいね、みんな大好き、DOD コーナーですよ。わ、懐かしいな、かまぼこテント。お世話になりましたもんね。うん。結構使ったよな、2年ぐらい使ったの。使った。使いよかったよな。うん、よかったと思う。何も書かれてないんだけど、名前がないです。聞いてみようかな。でかいもんな。すいません、はい、このテントの名前なんていうんですか。66ベースですね。66ベース、聞いたことある。これとブラウンがあって、ブラウンの方が結構人気の高かったりするんですよ。そうなんですか。グレーもかっこいい。めっちゃでかい。そうなんですよ。ここまで開くと、うん、もう何で今何人入ってんだっていう。そうもう店ですもんね。はい、いやすごい、まあ。これ立てていただいて、はい、このインナーテントというか、はい、カンガルーテントを中に立てて、はい、寝るときはそのテントの中で寝る。なるほど。カンガルーはあの愛用させていただいて。ありがとうございます。めっちゃいい商品です。カンガルーテント持ってるんであればこれもぴったり。ね、はい、いいですね。深爪カンガルーっていう、ちょっとあのシャドウがついたテントが、はい、ブラックのようなテントなんですけど、黒やかっこいい。深爪カンガルーの角度が66ベースの壁際の角度にぴったりなんですよ。へ、はい、なら、なのでデッドスペースゼロでテントをインストールできるっていう。すごい。結構それはすごいですね。画期的な。考えて、はい、考えて。そうです。今日は DOD おじさんは来てないんですか。さっき来られてましたよ。あ、会ってない今日。さっき、はい、ナーさんと一緒に。あ、ほんまですか。来られて、今ちょっとどこに。他回られてるんじゃないですか。DOD おじさんでも他回るんですね。さすがにここ来て、ここで DOD だけ見て帰りますってわけにはいかないんじゃないですか。ですよね。入って30歩ぐらいしか来てないですから、ここ。まだまだ奥ありますんで。ですよね。はい、アウトドアパーク自体も過去最高出店数。やっぱりそうですよね。はい、よね。なので、まあ、ちょっとやっぱりコロナ明けてアウトドアブームも落ち着いてきたのかなと思ったら全然そんなことなかったっていう。そうですよね。まだあったなっていう。まだ上がってますね。はい、まあ、ブームで終わらせないように頑張ろうっていうところですね。頑張ってください。楽しみにしてます、新商品。ありがとうございます。でっかいな。掘りましたらしいです。すいません、その時ありがとうございましたと。美容おじさん、会いたかったです。挨拶したかった。挨拶したかったです。機会があれば、声かけてください。DOD お兄さんっているんですよ。お兄さんいてはるんですか。いるんですよ。いや、だ使えないんですで、おじさんに。おじさんに、そうです。全然おじさんじゃない。そうですね、おじさんじゃないです。めっちゃ若いですね。だから35なんで。そんなに。え、ちょっとそれより下ぐらい。ちょっとどう見ても20代やねんけど。30代ですね。ほんまですか。めっちゃ可愛くないですか。いや、いいですよね、はい。
じゃあモデルかな思った。うまいですね。モデルやんな。どうやってそんだけ痩せんの。めちゃくちゃ痩せてる。いやもう私も気痩せするタイプなんですいやもう、ありがとうございます。いや去年に引き継いで、やっと声かけられてよかったらって、はい、ほんまに今年こそは思ってね。そうなんですよ。探してました。絶対来てると思って。ああ、よかったです。 DOD の人に聞いたら来てますっていうことで探してました。すぐ見て、あ、履いてやさやと思って。ほんまですか、はい、嬉しい。来年もまたぜひ会いましょう。お願いします。すみません、コーヒーもいただいちゃってありがとうございます。ぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。またじゃあ、はい、来年ですかね。あと画像で会いましょう。はい、ありがとうございます。お会いします。あ、そうなんです。有名やっぱり。やっぱりもうすごい DOD おじさんに会ってしまいました。会いましたよ。はい、やってきました。尼崎の代表キャメルギアのレインボーキャンプ。全天候型の大型ドームテント。アルカサ、アルカサ。アルカサです。こんにちは。レインボーキャンプのプライベートブランドのキャメルギアです。はい。それゆっくり見ててください。ありがとうございます。ついにテントまで出したってね。出してしまいましたね、キャメルギア。すごいな。迷子がめっちゃうまい。すごいな、めっちゃでかいな。想像よりでかかった。この前はありがとうございます。いえいえ、全然。すごいですね、テント今見させてもらって。いえいえ、ありがとうございます。めっちゃでかい、想像よりめっちゃでかかったんでびっくりしました。みんなキャメルギアのカバン持った人めっちゃおって。一応インスタで登録していただいた方にお配りしてたんで。あ、そうなんですね。全部なくなっています。あ、そうなんですよ。めっちゃあのカバン可愛いと思って。ありがとうございます。すごい。一応もう全然買ってきていただいた方の紙袋しか今は残ってなくて。あ、そうなんですね。え、明日の分とかもあるんですよ。なくなったので急遽店に今日終わったら届かなきゃいけなくて。そうなんですね。いやー、すごいすごい人気。何ですか。レインボーキャンプ、まさかの。すごい。いやー、尼崎代表としてめっちゃ鼻が高いですわ。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、キャメルギア来てよお願いします。いや、もうイベント価格でめっちゃ安くなってるんで、ぜひ。お安くなってます。うわー、すごい盛り上がってる。盛り上がってます。よかったね、今日も。はい、曇りですけど、そう、雨やんで。ちょっとでも蒸し暑くなってきましたね。ちょっと見させてもらいます。はい、よろしくお願いします。そこったわ。さすがレインボーキャンプさん。いや、すごいな。盛り上がってるよ。あ、ラルファンでこれ。そう、ワンポールサイドテーブル。わあ、ほんまや。結構しっかりしてるよ。ワンポール自体がでかい。ポール、これテント支えれる。普通のタープのポールです。すごい、予想よりしっかりしてる。夏に2段タイプ。あ、ほんまや。え、すげえ。すごい、かっこいい。もうこれはこれいいよな。ワンポールテントとかかわいいな、やっぱり。あ、こんなんあったの。かわいいっすね。めっちゃいい。これかわいいな。ここでかけれんで。めっちゃいいな。うん。重っ。ほら、こっち。それはオーディカンのね。オーディカン。オーディカンも CD カンもありますよ。いいな。いいっすね。こんなんあったっけ。あ、きれいだな。うん。え、合体させれる？すごい。ちょっと2段タイプも見ました。
れで止めてんねんね。すごいな。あ、ほんでここに差し込んで固定してんねや、高さ。いや、見て、こんな使い方もできる。今あのアルコール消毒とかこういうタイプ。あ、なるか。ミニマライト。あ、もよ。可愛い。これもなるはやで。ミニマライト持ってないですもんね。うん。このテーブル可愛い。可愛い。え、穴開いてる。え、シェラカップはめれる。え。シェラカップはめれんねん。かわいいこれ。え、すごいな。これ商品。見てみたら。かわいいな。これかわいい。これって商品ですか。そうですね。もう少ししたら出ます。あ、もう少し。試作品みたいな感じです。あ、展示入ってる。これはいいですね。これかわいい。すごい。なんかもういろいろ商品展開がされててすごいな。毎回新しいものが。はい、今年もやってきましたリバーズ。うわー、すごい、かっこいい。これジャグや。ジャグ。めっちゃ可愛くない？温度計中の温度が分かる。すごいっすね。ほう、保冷が可能や。これね、使ってますよ、これ。めっちゃ使いよいですよ。すごい。かわいい。これ欲しいわ、私。会社持ってきたんやけど。なあ、これ会社持ってきたいですわ、これ。安い、3000円。ちょっと衝撃な人と出会ってしまいました。2回目の衝撃キーキャーさんです。久しぶりです。なんかベントラックスでなんか手伝いに来てます。ちょっと中取らせてもらいます。どうぞ。失礼します。これかっこいいよ。大阪のね、代表的なベントラックス。このテーブル見て、開発中サンプルやって。めっちゃかっこよくない？ここのあのゴールドの部分めっちゃかっこいい。ここにシェラカップとか載せる。めっちゃちょうどいい。かわいくね。めっちゃ可愛い。バスどっちかね。ベントラックスじゃん。これミニマルワークスの上にかける。これも開発中なんや。これ私も使ってるやつ。めっちゃいいことよこれ。これはこれとあのインフレータブルマットね。この組み合わせ最高やから。焚き火トングこれはほんまに使いやすい。うん、めっちゃかっこいいし、この写真の撮り方めっちゃうまいな。あ、でも見て、これリバーシブル。ほら、かっこいい。男性の方は好きだよ。あ、この、ね、この柄。あれいくら。
これはです。これはです。すいません、わかりました。これ持ってるやつ。これ持ってるやつ。これも使いよいねんな。猫店長さん会いたかったのに。かわいい。え、これ売ってんねや、ぬいぐるみ。売るんです。3980円。一緒。こっちも安い。なぜに。これ受けたらかっこいい。オールナット。オールナット。岡本の。かも。そう。やばいな。暗算でしたら怖いね。ヒノキとオールナット。ですね。かっこいい。知らなかった。すごいよ。いや、ベントダックスかなりの沼やな。いや、コスパがすごいし。え？チタンマグもありますよ。あ、チタンマグね。え？これ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 。あ、丸いけるタイプ。そう、丸タイプです。おー、いいっすね。丸タイプいいよな。丸タイプ持ってないもんな。うん、うん、これいいよ。タンブラーも形めっちゃ可愛い。あの、全部置いてないんですよ、姫路の方に全部。はい、一緒にやって。どうしても欲しいやつ。いや、お皿も可愛い。ありがとうございます。テーブルは黒、うん、買いました。意外な友達と。すごいな。テーブルも絶対売り切れるやん。私も黒一緒に買おうんだな。いや、かなりの沼やな。ベントダックスやばい。やばい。いや、すぐこんなもん。いや、あのテーブル、そら売り切れるわ。あの布は売ってないです。あ、あれいくらですか。ですね、これや、6800円。すごい、でも生地いいのに、この値段で。そうですね、一応裏表どっちでも使えるようになってる。気になるわ。なかなかね、かっこいい。この生地感が、ま、真冬には向いてないですけど、あ、うん、夏良さそう。もうこれだけで寝れますね。刺激はね、かっこいい。かっこいい柄。あとは、まあ、マット使われる方、ブランケットとかかけといた方がマットって洗うの大変なの。あ、確かに。あれテーブルいいよ、うん、なんかこの前あれ初期販売の時、うん、ブラックが2分、2分完売。旬や。今はまだ。その後の次の日から2日間だけ予約販売させてもらって、で予約は今入ってあるけど、まだその第2次のやつがまだできてない。で、それプラスそれ販売してからもう一応一般販売分がちょこっとだけ。それがね、一応予定では今月末から来月頭ぐらいかなっていう予想。予想。まあこれは。こればっかりは。今日と明日の分あるんですか。あれは販売ないですよ。あ、ない。ないですよ。ですか。ないんですか。僕らすら持ってないで、あの展示する分しかない。あ、見本。在庫もない。へえ。すごい。本当、あの隠し持ってるとかもない。いや、だってこれ安すぎるし、これ高さ変えれるって。うん、すごい。結構これは普通に考えたら安い。じゃあ、あのこの前朝霧で見たみんなのやつレアなんですね。結構みんな持ってたじゃん。結構みんな持ってたから、あれみんなレアっすね。実はビッグロットのやつなんで、なかなかないです。すごい、案外バーってみんな持ってるなって感じですよ。いや、もう手に入らないじゃないですか。そうなんですよ。で、今手に入
頑張ってるのはあのジャグのあれはかっこいい、ね、うん、あれ今ちょっと頑張って開発中なんですけど、あれはいいよいやそっか、そう、すごいっていう話を聞きました。お手伝いさんやから。布は売ってるんですよね。一応あのこのブランケットとして出してます。あるんですね。あります。わかりました。一応この土日だけで10枚だけ。10枚ですか。10枚だけしか持ってない。売り切れる。撮影を多数きます。はい。お願いします。すいません。ええ、全然。で。すごい、これで実際撮影されてるんだ。おおこうやってすごい、いやありがとうございます。すごい、いやちょっと感慨深いものがあるわ。確かに。いやあの夜間とかをかっこいい。バスキ監督です。はじめましてです。ありがとうございます。いやすごいな。聞いたことないですか。え、ババアキャンプ飯で私出演させてもらってもいいですか。親父じゃなくてババアキャンプ飯。なんかプロデュースしてください。え、YouTube をされてはるの。そうなんですよ、キャンプで。で、なんていうの、はい、パイティアオチャンネル。パイティアオです。すぐ出てきました。あ、それです、それです。登録しました。ありがとうございます。やばい、やばない。なんか、よかったらなんか絡みあれば、なんでもあるし、はい、めっちゃ開けてはる。もうね、だらだら続けてだらだらとやってるんですけど、いろいろ言ってますね。いろいろ言ってるんですけど、なかなかね、伸びないんですよ。よかったらコーヒー飲んでください。あ、そうそう、コラボで作ったんです。チャオッペ、チャオッペさんと、一応広告もあるんですよ。これ引いてあるやつですか。豆ですか。いや、豆なんですよ。あ、いやもう大好きです。もうこれこれしたいんですよ。あざあざ。いろいろ説明書いてるんで。ぜひ、飲んでみてください。なんでパイティアを。なんかね、あの人がつけたんですけどね。あ、そうです。舞台で。カメラマンが、タイが好きで。遊びに行くっていう意味で。タイ語で、遊びに行くっていう意味らしいんですよ。あ、これは大阪。どちらにお住まいですか。私は尼崎です。あ、そうですね。はい、すぐそこです。そうですね。近い。はい。僕も京都なんで。あ、そうなんですね。そうそうです。YouTube 上げてある場所とか分かりますよ。あ、ほんまですか。いや、親近感が急に。よろしくお願いします。僕も行きます。はい。また。はい。お願いします。はい。いや、ありがとうございました。お時間取らせて。はい。SNS とかは同じ。あ、そうです。私、ママキャンプでやってます。あ、違う。あ、これです。これです。それです。ありがとうございます。フォローしてくれた。やばいですよ。やばないですか。ありがとうございます。スナオキンさんが案内してくれたから。あれだって去年喋ってなくないですか。喋ってここまで喋って、はい、もう忙しそうやったからね。だからちょっと悪いかなと思って。遠慮今日はでも案内してくださいってお願いしたんで。いやありがとうございます。いやありがとうございます。握手させてもらっていいですか。ありがとうございます。すいません、お時間ありがとうございました。頑張ってください。頑張ります。失礼します。いや、ミニマルワークス、すごいな、ミニマルワークス、テント初めて見た。すんの、結構なんか、あれもミニマルワークス、すごない。わー、すごいで、めっちゃ広い。
天井届かへんねん。うわ、めっちゃでかいやん。めっちゃでかい。これ上も、かっこいいにある。上も開く。見て、すごくない、ね、やばい。ミニマルいいっすね。ミニマルいいけど、あの、はい、値段がミニマルじゃないね。値段がな、ちょっと裏からやねんけど、32万4500円。いやでもかっこいい。確かにめっちゃ広いし、ジャンプできる。こっから見たらやっぱ外かな、この見え方がすごいよな。パノラマビューやで、パノラマビュー。ミニマルラックスいいな、テント。めっちゃかっこいい。だメッシュの部分がめっちゃ大きいの。すごくない？ここ見て、ここにコット置いて寝れるんじゃない？もうそれだけで寝れるやん。キョロカヤやもん。インナーいらず。いいな。これはいいよ。めっちゃリビング広々。あっちもだって閉めたら。めっちゃいいやん。あっちでも寝れる。めっちゃ広いよ。ミニマルワークスいいな。実はあっちもミニマルワークス。多分これツールームやな。かっこいいな。いや嬉しい、ありがとうございました。いやありがとうございます。頑張ります。アップされたら。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。嬉しい限りです。嬉しいです。嬉しいです。嬉しいし、いや出た、これよく見るやつ。あ、これね、ミニマルさん。ミニマルさんといえばこれじゃないですか。確かに、かっこいい。あ、すごいな。すごいね、ちょっと。いや、マジでミニマルやな。ようやく座れたから。かっこいい。これもあんの、クラボックスの、かっこいい、ね、かわいい。椅子も、いや、ロールテーブルもやで。すごい。え、ちょっと待って、こんだけなんかな。店員さんもおらんねんけど。よしこちゃんが教えたやつやろ。あ、これな。違う違う違う、この横の。そう、この横のやつ。うん、これ遊べやったっけ。遊ぶですよね、うん。あ、なんか英語 20V に見えます。遊べ。いや、すごい。でも店舗はないの？ミニマルワーク。めっちゃいろんなテントあんねんな。あ、私知らんかったけど。なんか、ゴリゴリにアルニカみたいな。わあ、ほんまや。いや、もう、キャンプや。キャンプ？キャンプしてんな。キャンプしてんな。キャンプしてるやつやった。映してあかんやつやった。ガチキャンプやったな。すごいな、もういろいろありすぎてさ、疲れてきたんやけど。ちょっと回りきれなかったですね。うん、これは1日かけて、そうそうそう、ゆっくり回るのが一番いいんじゃないかな。ほんまにそう思います。ぜひね、ぜひ実際に足運んでもらって。明日もあるね。明日もあるんでね、皆さん来てほしいと思います。どうでしたか？いや、楽しかった。めっちゃ楽しいね。でも、ね、もうイベント盛りだくさんやし、ありがとうございます。やっぱりあのイベント価格っていいよね。全然ちゃうよね。そう、値段がやっぱりイベント限定価格ってあってすごいなって。ナンガの T シャツもイベント価格やから2枚買えたって。お前1枚だけのやつやな。そう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 、いや楽しい。楽しかった。楽しかった。いろんな人にも会えたし。
リーガルアーツのテントがいかつかった。いかつかった。やっぱりテントって実際に立ってるとこ見て買いたいよな。個人的にはミニマルワークスのテントはかなりおすすめ。うん、かなりかっこよかった。そうそう。うん。とはやっぱりペントラックス。ペントラックス。いや、道理でかっこいい思ったわ。いやー、道理でかっこいい、ね。道理で。やっとかっこいい理由が分かりましたよ。ペントラックスのかっこいい理由が分かったな。うん。あ、なるほどね。いや、ほんまに。ほんまに人とのつながりって大事やなって。バスギ監督とも会えたし。めちゃくちゃいい人やったな。めちゃくちゃいい人、びっくりした、ほんまに。いや、スナフキンさんありがとうございました。いろんな人紹介してくれてほんま良かったです。よかったらこの動画を見ていいなって思ったら実際に来てみてください。絶対楽しいんで。いや、楽しいです。うん、間違いないです。間違いないね。雰囲気だけでもね、伝わってくれたら嬉しいと思います。こっから見るミニマルワークかっこいい。かっこいいよな、うん、もうテントめっちゃびっしり張ってるから、なんかテント買いたいっていう人は絶対来て、実際こう中に入って広さとか多分3割ぐらいしか紹介できてないんじゃない。そう、これほんま全部じゃないんで。あ、ごめんなさい、ちょっと個人的に気になる店を重点的に回りました。会社ママさん、はい、すみません、私センスで。なんかもっと一個一個見れたらよかったんですけど、多すぎて。ね、うん、キャプテンスタッフとかハイランダーとか、うんうんうん、物とかもあったし。あったあった。そう、まだまだ全然紹介してくれてないんで。そう、ほんまにぜひ実際来てもらう方が一番わかると思うんで。この動画を見て気になった方ぜひ来てみてください。明日もやってるんで。さあ、じゃあ帰りましょう。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。パイキャオチャンネルのママでした。バイバーイ。See